都着きました。んで先についてるナッコを迎えに来てます。マンゴーカフェすごいな、ここ早速。マンゴーカフェの感想はどうですか？あのね、うん、グアバとドライフルーツのミルク氷みたいなの食べたの、うんうん、美味しかったよ。あ、よかったよ。マンゴーは嫌いなんだ。マンゴー嫌いなの？マンゴーカフェに来てるくせにマンゴー嫌いやって謎すぎるこちらお客様のお部屋でございます。はい。お荷物後ほどお運びさせていただきますので、はい、鍵なんていうことになります。はい。うわ、こちらお客様のお部屋の鍵でございます。はい、ごめん、うん、イエーイ、綺麗。お運びさせていただきます。はい、お願いします。はい、すげー、涼しいし、え、かわいい、かわいい。もうここで飲んでもそのまま布団にダイブって。いや、ほんまやで。上はなんなん、もはや余計な、余計なっていうか、めっちゃいいやん。いや、最高。いや、これ本当4人とかで泊まれる。4人、5、6人。手を広いから、なんかこっち使え。じゃあ、こっち使う。ありがとう。私の寝室が決定しました。こちらになります。私の寝室はこちらになります。あ、もう。やばね、琉球の風、屋台村、全然違った海風。シマおでんとゴヤチャンプルとガーリックシュリンプをいただきます。イエーイ、いただきます。アリコンビール、はーい。アーリ乾杯ってどういう意味？マジ乾杯みたいな。マジマジ乾杯みたいな。さあとかじゃない、レッツレッツみたいな。シマおでんがさ、全然普通のの違いがわからない。何何、シマおでんって手びち入ってるだけじゃないの？それだけ？ほんまにそうか。美味しいよね美味しいよね。私もよく出てます。出てます。大根も美味しい。美味しい。シマおでんって何？マジで、マジでやった。そりゃそう。テレビ喋れないの？あんま好きじゃない。なんかブリブリしたのあんま好き。だってふーちゃん。名前ってふーちゃんは今日。さっきですね、ベッドの上に衝撃的なおもちゃを見つけたんで紹介したいと思います。ズーン、これ何に見えます？みんなねえ、ビルドかと思ったら美顔器だそうです。あー、おもろ。完食を始めます。イエーイ。今日1日目はほぼ移動で、もう夕方着いてブルータートルマンゴーカフェで待って、パフェだっけ、なんか食べた、かき氷を食べて、でそこから、ちょっとドライブをして、ちょっと見寄って宮古そば食べに行って、すごいなんかおしゃべりな、おしゃべり、まあウェルカムな、アットホームなお父さんお母さんのお店に、地元の人と喋れるの嬉しいよね。ああいうのいいよね。めっちゃ嬉しかった、うん、なんかやっぱここおらへんはほらリゾートだから観光地向けの感じがするから、うん、なんかちょっとやっぱああいう地元の人と喋れるの嬉しい、うん、で、どこ行った？ホテルチェックインして、お土産屋行って、リチクなシャワー浴びてな、スピン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 、今の間にメイクしてるのすごいよ。ほな、ほな、あーり、乾杯。スーパーで買った安いお寿司を食べます。
でもやっぱさ、この身のデカさが東京のスーパーのお寿司とは全然違うよね。いただきまーす。うまっこ。うん。あれする。あれする。ご飯あった。冷蔵庫入れてたからね。冷蔵庫じゃん。別に。お寿司があるで、冷蔵庫も最初はグーじゃけん、はいもう一度でしょでしょ、今朝は大雨です。天気いい。宮古ブルーが見えてます。いただきます。おでか、踏んでる、踏んでるでしょ、こんだけ食ったら。マジ、まあ、デトックスウォーターですし、すぐむくみが取れると思います。さっきフランス人の人がベッペが何が何だか分かんなかったんだよ。パンとベーコンと目玉焼きしか持ってなくて、こんなにいっぱいあるのにもっと食べてと思った。でも何が何だか分かんなかったんだろう。私も何が何だか分かんないの。私はあのビュッフェ大好きなんで。すごい、和洋もう全部。ええ、ビュッフェ大好き。総取りって感じで。ベジファースト。これはサラダと。宮古ドレッシング。あ、ドレッシング入れた。ね、うん。なんだろうと思って。とカレーとトロロとご飯ばっかり。トロロあればもういくらでもご飯食べれる。ぜひ朝食に米を食べてほしいね、海外の人に。そうだね。味噌汁これ。フジトークみたいな入ってる。あ、今日も運転姿がかっこいいね。イエーイ、待ってる。あ、やっぱ股間が海中公園に来ました。何のエージェントやん。海中公園来ました。看板、宮古島海中公園、遠いな。海も、わあめっちゃいい景色。海も見える。綺麗。めっちゃいい。どうですか、中さん。楽しい。楽しい。魚かわいい。水族館とか大好きなんだよ。あ、水族館好き。そう、食べたくなってくる。あ、そういう人いるよね。めっちゃでかいのいるよ。よくいるね。撮影スタート。カラスの箱で2枚撮影すると、赤い枠の中に顔が入るようになるね。そういうこと。3、2、1、低くない？低い、子供向けだね。これはどうしたらいい。3、2、1、目開けてるかな。3、2、1、こんな感じに撮れたの。寝込んでる。キビチャ屋さん、ごめん、全然中は枠外だった。フレームアウト、はい、すごい顔ですって。そんなに食べる。ちょっとちょっとじゃあすごい顔になるかどうかやってみよう。いただきます。キビチャ屋ねちょ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 ね、途中でね、途中で戻っちゃったと思う。ね、無理でしょう。んご、ねっちょねちょでしょ。めっちゃお腹膨れそう。ねっちょねちょねちょねちょ。でも美味しい、味は美味しい。そう、美味しい。うん、ほうじ茶でしょ。うん、味はマジで美味しい。うん、ねっちょりがすごい。
外はわらび餅でした。美味しいよ。おすごい、リゾットがある。タコライス、あ、スパイスカレー、あ、リゾットやな。おで美味しいよ、絶対。二つ目リゾット、ありがとうございます。これ美味しい。タコライス、カレー、シャレオツよ。あ、シャレオツ三品ちゃん、美味しそう。いただきましょう。いただきます。うん、うまっ。めちゃくちゃ美味しい。ガンテチーズ、ちょっとクリームチーズ。はい、0.5% ので、美味しく感じたら塩分が足りてない。あ、そういうこと。しょっぱいと感じたら塩分が足りてない。あ、面白い面白い。のアイスが溶けちゃう。もう食べた。食べよう。せーの。せーの。うまい。今のサムネにしようかな。音が嫌だった。確かに。サンゴー。イエーイ。酒粕が、酒粕たちが来ましたよ、酒造へ。本当に。ナコは、ま、ナコは酒粕よ、ね。あなたもでしょ。俺は酒吉。これ行けばいいんじゃない？あの、味がありますね。こんにちは。あー、出た。これ、なるちゃんだって。まさに。美味しいんだ。おー、あー、これいいかも。 あえて青森じゃないっていうね。でもの、これもさ、ガヤチン、ガヤチン感って。ガヤチン、ガヤチン好きそうね。ね、古き良き、趣がございます。うん、趣ございました。入れたね。すごい回復力なんやけど、天気のこの綺麗なこと。今与那覇前浜ビーチに来てるんですけど、今日もなんか朝はめちゃくちゃ土砂降りだったのに、今もめちゃくちゃ晴れてて、水着着とけばよかったって、ね、こんな感じ。車に置いとけばいいんじゃないな、今日もこういう時のために。いや、マジ晴れてるし、綺麗。やっぱり綺麗すぎる、綺麗すぎる。泳ぎてー、泳ぎてー。すーごい。あー、すごい、虫いっぱい。どこどこどこ、なんか飛んでる。マジで虫よけしてきてよかった。顔にも塗ればよかった。顔にしてないわ。楽しい。あ、足こぶってる。かわいい。遊んであげたくなる。犬は何を思ってるかわかんない。そんなことないよ。かわいい、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 めちゃくちゃいい子。嬉しいな、嬉しいな。かわいい。フラミンゴが、違う、ファンキーフラミンゴが。ピンクフラミンゴそのまんまで。今日は火鍋を食べます。
おしゃれそう。お疲れー。だから今日汗かいてる。汗かいてる。うん。暑いなって思った。暑そう。ふんふん。結局三つ目一番目。いや、それ前に三つ乾杯。食べ切った鍋は取りあえず。美味しかった、うん。サムネ。サムネいいやん。サムネじゃん。サムネあったら海側がいい、ね。海が絶対、うん、後ろがね。そう。え、とりあえず取ってもらっていいちょっと。うん、え、脱がなくていいの？絶対背中あった方がいいよ。あ、ちょっとあんたおっぱい大きいね。待って、あたね、待って、待って、あ、ちょっと待って。これでなんと1200円です。イエーイ。大玉もうまそう。おいしそう。色鮮やか、うん、食べて。食べるよ。全然食べるよ。チキンカツも食べて。いただきます。心配が、こ心配が、引っ張れ。すいません、お疲れ様です。ひろちゃん、欲しかった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。食べたくない。食べたくない。みやこ最高。最高。ありがとう。はいよ。これだけか。うん。海でめちゃくちゃ今日泳いだんで、これで癒されたいと思います。うん。霧と外の空気、外気とそこまでで合わせてもらってですね。めちゃくちゃ気持ちですね。